網戸がもう破れたので張り替えます。最後切って終わりですね。簡単です。2つ10分かからんぐらいで終わりました。またディルの種をまきました。秋まで育ってくれると思います。パクチーもまたこの辺にちょっとだけまきました。ルッコラはこんな感じになりました。イタリアのものだそうです。つるありインゲンを私が目出ししてたのをやっと定食しました。ごぼうの本場が出てきました。今年は成功したい。きゅうり2本2日ほど前に買いました。兄がもう持ってないというので買って植えました。今日4月18日なんですけど、じゃがいもがこんなに大きくなりました。この穴は赤里芋の、玉を植えてます。ちっちゃすぎたので植えてみました。シルクスイートの芋なんです。これを植えて芽出しをして 2株ぐらい植えたいと思います。とりあえず2ヶ月ほどここで育ててみます。今日のお吸い物にこれを入れます。
運気が高まるアートを作ってます。太陽が必ず入ってます。カイワレ大好きです。風味がいいですね。皆さん、私ってやたら風味が好きなんですね。今日はまた丼をします。だしを入れます。そしてちょっと潰そうかな。これがあったのでちょっとパンチを効かせるために入れてみます。ごま油も入れます。お、いい感じ。よし、我が家のトレトレ三つ葉です。芯の方から葉っぱを投入します。止めときます。
レンコンのぬか漬けを食べたくてやっとしました。2分ほどお湯で湯通しして漬けてます。初めて食べます。てっちゃん、あら、てっちゃん、できましたよ。はい。トイレか。あ、ごめん。お、どんぶり。そう。サバの水煮缶どんぶりです。美味しそうね。はい、取ってくれてありがとう。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。アボカド入っとった、これ。そうそう、マヨネーズをね、かけた方が旨味が出ていいかも。マヨネーズ、この水煮缶には味はついてる、つけてる。さてさて、ちょっと、サバ缶だ。サバ缶。あ、美味しい。美味しいね。ニンニク、エバラさんの主役肉のタレ。このアボカドでさ、脂が乗ったって感じ。そうね。あら、作りたくないときいいよね、これ夜ご飯も。ちょっとね、気になんかとか止まって、なんか喋りながら入った。あ、そうね。好きには餌。そしたらもう子供がいるんじゃない、なんかね、泣いてるような気がする。あ、そうだ、やっぱり生まれてるね。まだ俺小さいから声がね、聞き取りにくいけど。ひよこはね、やっぱ鳥のひよこちゃんは大きいけん。ピヨピヨ。大きい声で鳴くけど。今ほら頻繁に出たりやったりしようからね。やっぱりそんな感じかなと思いました。それは、これから楽しそうだね。ひなちゃんたちがさ、高いところにおるけん。落ちんならよかけどね。この間ね、見とったらね、スズメも入ったという。それですぐ出ていった。やばい、あら、これは変だと思って出ていったじゃん。そこまでは。なんか、そんな感じのスタイル。あら、失礼って感じで。そうそう。結構、スズメとちっと仲良かったね。いや。本当。スズメがね、その辺の、こう巣の周りをさ、ちょん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 しよっとにさ、アーモセンでシュッて入ったもんね。他はほら喧嘩しよったったら最初の頃は、まあ追っかけ回してさ、スズメはね、なんか仲良かった。なんかようわからんけど。聞きたかね。友達とか。今日の午後からの予定なんかある？まだ続きをして、まあ、昨日は歩いたしね、今日筋トレはするよ。休みせんとね。レンコンどうやった？ぬか漬け。夕べのあれ、レンコンよりもやるかい。するけんね。あ、あれか、ぬか漬け。ぬか漬けよ。
まあ時々していいかな、うん、2分ぐらいね、うん、湯通ししたと、うん、湯通しというかな、茹でた、うん